わけ。やっこ。そして今ね、13時50分でございますけども。いやー、今のやりとり映ってっかわかんないけど、すごかったね、今のは。ミティとかね、バチーンって切れたから、俺、竿折れたかと思った。何の魚をかけたかとりあえずわかんないけど、わかんないですよ。とね、多分下に泳いでる、なんかでかい、でかいのがなんかいるんですよ。お腹と、イスズミか。両方泳いでるんですよね。尻尾が黒いやつと白いやつが半々ぐらいでいるんで。どっちをかけたかは、まあ、わかんないですよ。わかんないけど、多分下で泳いでる、なんかね、2匹ぐらい、この中で、ね、横幅がすごい分厚いやつがいるんですよ。チラチラっと見えるの。それじゃねえかな、みたいな。超びっくり。もう音がバチーンって切れた。そんな切れ方するんだ、みたいな。さっきは確かに何回か切れてたけど、切れてたけど、そんな切れ方、音してないもんね。パチッ、パチッとかそんな感じだけど、もう今のは完全にバチーンって言ってね。みたいな。いや、あの時ね、すごい走ったから、ラインをちょっと出そうかなと思ったんだけど、ここね、出しては出したら出したで、取れないし、みたいな。出さなかったら出さなかったら取れないし、みたいな。難しいとこなんですよね。だからまあ、ね、溜め切ってたんだけど、バチーンとこう限界が来ちゃったんだけどね。いやー、なんか、かけるけど、一匹も取れないっていう。あんなでかいのはいらないんですよ。もう40ぐらいのでいいんで。太鼓がもりもりあるような、ね。超アスリートの、あれは来なくていいんで、みたいな。いや、マジでやばいよ、あれ。バチーン、まあ、てなわけでね、今、だから、13時55分だから、お迎えがね、16時。ということで、16時に、当番生を先に迎えに行って、そこからこっち来るって言ってたんで、まあ、4時はちょっと回るかなっていうところですね。それならそれでね、割とギリギリまでできるんですけど。はぁ、まあ、針下げた方がいいのかな ?2 号使った方がいいの。ずーっとね、道糸も175、針巣も175通しだけど、いや、道糸から切れるぐらいだからね。まあいいや、針巣は 1.75 で。ただ、針がね、針相当使ってるよ。針も何本飛んだっていうぐらい、めちゃめちゃ使ってます。で、これ、針巣 1.75 なんだよね。いやー、でもね、ある意味楽しい。なんかこんなさ、自分の場合ね、細針巣派なんで、細針巣っていうか、まあ、結構、大分全体が多分、細針巣じゃないですかね。これ1.75、1.75 も、ね、先生に聞いて、やってるんで、別にその、太すぎるとか細すぎるとかでもないですよね。なんかアベレージぐらい。まあ、でも、自分は、まあ、釣り切らんですけど。あれ、さっきハリスどうなったかなんかすげえ短くしてたね。いやー、しかしあれですよ。実際のところ、今の狙い方で合ってんのかどうかっていうところがね、一番のあれなんですよ。難しい。今の下から出てくるあのでかいのを狙ってていいのか、沖からの、その、魚を狙うのか。でも沖からって今ね、沖にはもう15センチぐらいのコッパがバーって湧いてるんで、それ狙ってもしょうがないじゃないですか。まあ、とりあえず下のなんか、中くれのもいるんですよ。30ちょっととかのお長っぽいのもね。その辺を狙ってるんだけど、たまにこんなね、化け物みたいなの来たら、全く取れない。本当に折れたかと思ったから。でね、目に汗かいてさ、顔に塗った日焼け止めが汗として流れて目に入って、目が超痛い。2本目のアクエリアス。これは半冷凍してましたね。冷凍庫に7、8時間入れて、半分凍ってる感じです。まあ夏はね、最低でも30分か1時間に1回はね、ちょっと飲むと。
それが熱中症対策でございますということで、あと2時間はねえか、1時間半ですね、1時間半です。2時だから3時半、そうそう3時半にやめるんで、あと1時間半、なんとかね40ぐらいのお腹を1個取りたいです。はい、まあそんな感じで、頑張りたいと思います。逆光ですね。はい、ということで3時32分になりましたので片付けをしたいと思います。最後の最後でね、多分ね30、35ぐらいはありそうな、多分お腹やったんですよ多分ね。サルカンの多分結び目ぐらいからねパチンとなんか切れて、なんですかね、なんか今日えらい仕掛けが飛んでだよね。いやーマジでね、お長釣り、非常に難しいですね。なんだろう、これどうしていいのか分かんない、ね、まずどこを狙っていいのかっていうところからなんですよ。それぐらいもう難しい。いやー本当、まあ楽しかったの楽しかったけど、やっぱね1枚も取れなかったっていうのがね、取れなかったコッパーはねいっぱい取ったけど、いやーまさに修行だね。でまああとね10時11時ぐらいかな、だんだんなんか潮がねこう当て気味に少しなってきたなと思ったら、12時ぐらいにガンガンね当て重になって、そっからだね、ガンガン当て重になってからあれですよ、潮がそっから、右に行きだしたから、こうねこう押してきてこっちの壁の方に流れて、であの壁のあそこのなんか 岩の方に潜っていく潮になって、そっからだよね、そっから潮がこっちになったんですよ、右に。だから潮変わりしたのかなって思ったんだけど、その後また左に流れ出したんですよ、柵梅の方に。柵梅よりもっと大きいかな、あれ私潮変わったぞっていう、だからね
なんかこう潮はフラフラしてた。だから今日その昼から何回こう左右に行ったか分かんないぐらい結構ねフラ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 してたね。でそっからだよね、コッパグレがまあちょっと投げるじゃないですか、10メートルがもうコッパグレがもう沖にわんさか湧いてる。中型は見えないですね、肉眼では見えない。とりあえずコッパ見るからにコッパがたくさんいたと。で、うん、ね、沖に当たってコッパしか釣れないから手前をずっと狙って遊んでたところなんですよね。まあ、30玉あと、まあ、30分は全然余裕時間あるんで、きれいに片付けをしていきたいと思います。片付けをしてたらここに置いてたのかな。だから風がねちょっと今吹いてるんですよ。だから風でバーンってねライフエルが流され島になっております。はあ、もういやこう高いからさ大変なんですよね。でここに置いとったんですよ。ここにねこうこれとこれと並べてバーン音が聞こえたら流されて、そのまま浮いてればもうあとね、まあ、4時なんでもう船長は多分10分かからず10分前後で来るんで、まあ、助けることができるかもしれないけど最悪だよね。空気が残ってればギリギリ沈まずいけるかもしれないけど、しかも蓋開けてたしね、まだ片付けしてあれの中にバッカを入れようとしてたから、はい、まあ助かることを祈ってって言うしかないっすね以上です、はい、あ意外と船長早く来ましたね。今4時9 8分9分ぐらいです。俺のライブエルはあそこに流されていると言えば多分取り行ってくれると思いますけどね、その辺に岸にあるわけじゃないんで、ということで多分次は自分になるかなと思います。あなんかね今指示なんかね今多分ライブエルを拾おうみたいな指示をしてましたねあほら船逆に向いてるから。いやいやマジでね風がブワーって吹いたからねあーっと思うもんね。あワード取り行ってくれるありがとうございます先生ありがとうございます広めるかな。あだいぶ沈んでますね。意外と沈んでるな。あのね半分沈んでますね。波がちょっとあるんでね。まあ難しいよね。結構波が思ったよりあるんで。ああもうだいぶ沈んでますからね。まあこれはね自分の責任なんでね。完全に沈んでしまったらもう、どうしようもないんですけども、もうねあの正直ここほぼ見えないんですよね。多分ね結構沈んでると思う。いやー急にね多分風の音が入ってると思うんですけどね、これ突風でバーって一回吹いたんですよ。その時にでしかもこう俺洗い流してたんですよねバケツで、だから全然見てなくて、まあそんなところで、まあ、難しいな。船もやっぱ風でね前後多少するんで、あダメっぽいっすね。多分ね、あの白い物体がもう見えなくなっちゃったんで、おそらく沈んだ可能性が高いですね。あもう棒引っ込めたんで多分
ダメでしょうね。はい。とりあえずライベルとポンプが。ああ。今日は釣れないし。はい、まあ。ということで、結構波ある感じですね。まずと。はい。ということで、殺したいと思います。というわけで、ウドバナでございましたと。